多分合わないんだよ。初めてゴール。来たね。大丈夫だ。あ、ゴール。よし。大丈夫だ。ゴール。最終一緒で。オーナイスナイス。横から風にして、そう、しっかり伸ばしてきて、そう、ふらつかずにナイス。おいよバイバイ。オッケー、待ってこー。行こう行こう。そう、ヘディング強く、そうそう、叩いてよ。今夜遅い。オッケー。Oh!
うわぁ、うん、1、2、3、エゴ1、2、3、エゴ1、2、3、
仙台のスタメンです。前節の長崎戦からスタメン3人入れ替えました。に藤村シュートきた、直接行く、手を伸ばしました。ゴールキーパーの小畑狙ってきました。今ね、仙台の方はね、富樫選手ワントップに置いて全員引いてましたから、まあ、藤村選手判断は素晴らしかったと思いますし、まあ、シュートも少しブレ球気味に。その遠藤です。サイドを上げて内田、高いボールをヘディング、富樫のヘディングあとわずか、ボール奪った富樫、遠藤裏抜けて富樫受けて遠藤リターン、フォギーニョシュート、ディフレクション。まあ、普段であればね、壁の位置にディフェンスラインを合わせることが多いんですけど、まあ、このようにゴールラインに立つというところが柳下監督との狙いだと思いますね。はい、直接狙いに行く、決まった、中島見せた右足、先制ゴール決めました。まあ、この駆け引きの中で、まあ、壁に仙台選手も置いてましたから、ゴールキーパーの白井選手としては醜さもありましたし、まあ、スピードとそして逆サイドに、ね、うまく運んだところ、金沢の方がディフェンスラインを下げてましたから少しキーパーとしては出にくいですし、まあ、ボールのスピードとあとはまあ遠藤選手もいましたけども、中島選手が自分で蹴るとそこの決意と、まあ、狙い通り非常にいいゴールになりましたね。抱き合います。富樫上がってきた、名倉に通った、名倉前を向いたまま仕掛けます。遠藤左足シュート、フォギーニョ来る、フォギーニョシュートは決まった、来日初ゴール、出足のいい守備、それが結実。まあ、右の名倉選手から遠藤選手を作りながら、まあ、富樫選手も絡むと、まあ、今日中島選手ゴール決めてましたけど、やはりダブルボランチのもう相方のフォギーニョ選手も前半からしっかり前線に絡んでましたし、まあ、しっかりシュートを決めきるっていうところ、今までの課題をね、この試合で克服しましたし、ボランチがこれだけ攻撃に絡んでくれればチームとしても助かります。素晴らしい逆サイドの流し込みでしたね。ナイスゴールです。このパフォーマンスもありましたよね。それが仙台の強みです。いいところにボールが入る、ライン間でボールを受けて、そして名倉かわす、シュートまでいけるか、左足決定機だったんですが、ここは、まあ、遠藤選手がね、いい空間でターンしましたし、まあ、右利きの選手が左のエラシコっていうところは非常に珍しかったので、おっと出てしまいましたし、その隙を伺いながら、あっとここで藤村ボールを失う、ロストしたボール反応して仙台、木田早いタイミングで遠藤へ、中央にフォギーニョがいる、遠藤ボールを持つ、左足フォギーニョ、2点目、3対0、62分。数人が絡む中でゴール前にしっかり飛び出していきましたし、まあ、木田選手もしっかり遠藤選手を見ながらのパスと、まあ、あとはねしっかりフォギーニョ選手を見えてるんだけどもしっかり目を一回切ると、まあ、そこで遠藤選手の速いボール、最後はねやはり決め切るだけでしたけども、そこに入っていくことの価値と、まあ、ここの精度はねやはり高かったですし、縦に送り込んで島田からというところ、またボールを取りました、加藤、フェリペ・カルドーゾ、カルドーゾ、ここからの強さがある、中送り込んでフリーだ、皆川今シーズン2ゴール目。まあ、加藤選手が絡んで、まあ、しっかりボール奪った中で、まあ、カルドーゾ選手がここでシュートを打つ振りながらの進入と、まあ、しっかり股を抜けたボールを予想した皆川選手のポジショニングでしたよね。まあ、金沢の方はねここの前の失点もそうですけども、自分たちが攻撃に入っていくっていうところで奪われ方が悪かったですし、まあ、このね、股を抜くところで鎌田縦つけた、落とし鎌田、後ろから若さ来て、カルドーゾ、そこだ、最後は若さか、その前にフラッグが上がっています。あの位置まで行きました。今のはどうだったですかね。体の強いセンターバック、ここもボールを保持します。ここで試合終了の笛が響きました。仙台4対1、完勝で連勝となりました。
はい、行きましょう。